ここだけの韓国グルメを紹介。今日は韓国がテーマのお店でビール鍋を食べてきました。アニアセヨニーKです。今日はですね、夜の新大久保にやってまいりました。お昼でも空いてるお店なんですけど、夜の方がね、使いやすさとしてはいいんじゃないかなと思って夜に来ました。10時ぐらいです。でね、今日行こうと思っているところは、新大久保に新しくできた韓国をテーマにしたお店があるんですよ。韓国料理屋さんでそういうお店珍しいなと思って、ここのカモッポチャにやってきました。ディズニーランドの上ですね。7時までやってます。朝の内装もこんな感じのお店。まあ結構すごいものが置いてあるんだけどね。まあ囚人を体験しに早速行きましょうか。カシャー。お店に入っていくと、ここはまさに監獄ですね。監獄っていうか牢屋、まあ一緒ですね。こんな感じで黄色いテーブルと鉄格子っぽくて、なんか本当に牢屋みたい。そして今日はこのビール鍋を食べます。これ目当てでこのお店来ました。あとはケランマリー卵焼きですねを頼んで、そしてお酒も頼んでます。夜なんで今日は飲みます。お鍋に必要なものもね、こういう感じでパッと出してくれました。じゃーん、なんでしょう。これはドライアイスです。改めて見てみてね、すっごいことしてるなと思いました。中身はカクテルです。そして来ました、ビール鍋です。ここに今から1本分のビール全部注いでもらいます。僕こういう鍋食べたことないから、すっごいワクワクしてます。まあビールということで、一応ねアルコールなので、これは20歳以上の方しか食べれないかな。ビールで煮込んだ鍋って意味わかんない。ちなみにドライアイスは5分10分ぐらいでなくなるかな。 LED はずっと光ってる。そしてこれビールもね焦げちゃうから、こうやってね野菜とかをしっかりなじませて煮込んでいきます。ケランマリは文字頼めるんだけど、お任せもできます。僕はこれ頼んでないです、お任せです。そしていい感じに煮込まれてきましたね。この時点でもあんまりビールの匂いとかしなかったかな。これすっごいホルモンをねここで切ってくれるんですよ。こういうとこはねやっぱ韓国の鍋っぽいなって思います。で鍋がね結構時間かかってたかな。5分10分ぐらいは鍋作るのに時間かかってましたね。普通の鍋だったらキッチンで作ったやつは持ってきてくれるっていうのもあるんだけど、ここはねビールをその目の前で注いでくれるから、そっから煮込むからね。なので10分か15分ぐらいかかってくるかなっていうのを考慮しといた方がいいですね。でね、その間にサイドメニューとか頼んでるから、それをね食べとけばいいかなと思います。と言っている間に完成ですね。まあコプチャンだったり蜂の巣、まあホルモン系ですよね、ここに多いのは具材として。あとは長い太いチョウミョンみたいなやつ、これなんだっけ、なんていう料理名だったっけ。専用のタレも使ってビル鍋を早速ね食べていきたいと思います。それではチャーモッケスミだ。まあ韓国っていうテーマの内装と、ビール注いで食べる鍋とドライアイスのカクテルっていう情報量めちゃくちゃ多かったんだけど、最初からこういったちょっと奇想天外って言ったらだけど、他ではね絶対に体験できないようなことができるお店ですね。すっごい映えとかもうトレンドとかそういうのを意識してるようなお店かなと思います。だからね、僕正直ねあんまり味期待してなかったんですよ。実はエンタメにね注力したものばっかなんじゃないかなって思ってたんですよ。だってお酒だってねこんなのあんまり見ないしね。ちなみにお酒はレモンとチャミスルが入った、まあ、ブルーハワイみたいな味のカクテルです。すごいスッキリしてて飲みやすいカクテルですね。で話戻すと、そうですね、あんまり期待してなかったんですよ。ただねこのビール鍋、その期待をいい意味で裏切りましたね。もうねめちゃくちゃこのビール鍋美味しいです。お世辞とか抜きで本当に美味しいです。僕結構まずいものまずいとか、何も思わないもの思わないと結構正直言っちゃうタイプなんだけど、ここのビール鍋は普通に本当に正直に美味しくて、今でももう一回食べたいなって思ってますもん。だからね味もしっかり保証されてるとこなんですよね。そこがねいいなって思う。ビールがね入ってるからすごいビールの味とかするのかなとか思ってたんですよ。でもねあんまりそこまでねビールのその苦い味ってしないんですよね。僕ねビールとかね苦いからねあんま好きじゃないんですよ。苦いの苦手だからね。だからねこのねビール鍋もすっごい苦いんじゃないかなとか思ってたんだけど、そんなことなかったです。逆にですね深い味わいになっててすっごいコクが出てた。ビール入れただけでこんなにコクが違うんだって思って、まあ、もちろん他の具材もその味を出してるかもしんないけど、ビールがかなりのねこの鍋の美味しさを引き出してくれてるんじゃないかなって思ったね。普通に手前の方にあるケランマリも美味しいしね、カクテルもあんまり飲まないんだけど、やっぱりシャミスルで割ってる分すごいスッキリしてて見やすかったですね。
まあ総じてね、すっごい僕ここいいなって思ったね。うん、普通にこのビール鍋が美味しいからもう一回行きたいなって思う。じゃあね、どういったとこがポイントかっていうのをまたね、いくつか3つぐらいにね、ちょっと簡単にまとめていきたいと思います。まず1つ目がやっぱりこのビール鍋の美味しさっていう部分ですね。まあもうビール鍋についてかなりね褒めまくったので、もうあんまり言うことないんだけど、具材もねたくさん入ってるからね、すっごいね楽しみやすいんですよね。具材が千枚に蜂の巣、あと豆もやし、キャベツ、長ネギ、玉ねぎ、しめじ、春雨じゃなくて春菊だったってな感じで、具材も豊富だし、かつねホルモンのね具材がねしっかり入ってるから、やっぱお酒ともね味合うし、つまみとしてね楽しめる鍋なんじゃないかなって思いましたね。味も結構濃いしね。でだんだん食べていくと、やっぱり鍋がね煮込まれてくるので、ビールの味もねちょっとずつ強くなってくるかな。でも苦味はなくて、どちらかというとアルコールがちょっとずつ強くなってくるのかなっていう感覚なので、まあいい感じにちょっとふんわりした気分で食べれて、僕はちょっと楽しかったです。まあ一人でね楽しんでるんだけど。で二つ目のポイントがやっぱりエンタメ性あるとこかなって思いますね。もう内装から店内のその照明とかまで、やっぱりねなんて言うんだろう、こう若い心をついてくるっていう、そういうこと言えばいいのかな。学生だったら絶対に行きたくなるっていうような、そんなねその若者心をねすっごい全部刺激していくんですよ。空間もお酒も料理も。僕が学生だったら、もう楽しくかつ美味しい環境料理を食べたい時にこのお店候補の一つになりますね。エンタメ性強いっていう部分と、それがねすごくねそのお酒から料理から店内まで全て出てるっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。そして3つ目のポイントとしては、僕は個人的な意見になっちゃうんだけど、このお酒結構いいんじゃないかなって思う。あのドライアイスが出てくるとことかは、まあ普通にまあ楽しそうだねとか思ったんだけど、あの普通にこれ結構量あるんですよ。だから普通にね友達とシェアしやすいし、で中身チャミスルだからね。で他にねいっぱい種類もねあったので、味紅茶とか、あとはトニックで、あとはグランベリーだったかな。それらの味をチャミスルで割るからね、普通に美味しくてね、すっきりした味わいで僕は好きだなと思ったお酒。このお店の使い方としても、絶対にもう飲みに来る場所だから、飲みに来るっていうか、もう楽しくお酒飲んで、そして韓国料理も美味しいものたくさん楽しむっていう感覚のとこだから、こういう友達ともねシェアしやすくて、でかつね楽しめる、もうすごいこう出てきた瞬間から楽しめそうなものだから、まあすごくねそういうとこいいかなと思ったね。店内の内装か、もう出てくるものまでね、まあ学生向けっていう部分は確かに強いけど、ビール鍋はね、どっちかっていうと誰でも食べれるっていうか、環境料好きな人全員食べてほしいぐらい美味しかったので、ビール鍋をね、食べにランチとか来てもいいんじゃないかなと思いますね。こういうノリノリなウェイ系のとことか、僕普段あんま行かないんだけど、もうビール鍋食べたすぎてね、それどころじゃなかったので、まあぶっちゃけどこでも入るんでね、一人で。だからね、僕はまあ大丈夫だと思うんだけど、学生でもこういうところ入るのちょっと躊躇する人も多分いると思うんですよね。だからちょっと夜は、そうだな、夜はさすがに聞きにくいかもしれないから、昼にね、来るのがいいかなって思います。他のエリアもそうだと思うんだけど、新大久保のお昼は健全でね、そんなにちょっと不安になるような要素も高くないので、来にくいけど来てみたいなって思う人は、このお店お昼に来るのがいいかなって僕はお勧めします。チャームごっすみだ。それではね、今日のおすすめポイントをまとめておくと、まず一つ目が、ビール鍋ね、すごく美味しくておすすめできるっていうところと、で、二つ目が、空間から体験までエンタメ性強くてね、で、かつ味も美味しいからね、いいなって思ったところと、カクテルも飲みやすいし、友達とシェアしやすいからおすすめできるなって思いました。そこがね、今回僕がいいなって思った三つのポイントですね。韓国風の店内にしたレストランだったり、カフェは、まあ全国にね、いろいろあるんだけど、大阪にもあったしね。まさか韓国料理屋さんでそういうお店があるとは思ってなくて、まあしかも新大久保にできたしね、もうこれは行くしかないってお店でしたね。期待してなかった味って部分もマスカのいい意味で期待を裏切ってきたから、でかつビール鍋すっごい僕ハマったんで、また食べに来るかなって思います。楽しくワイワイ美味しいもの食べたいっていう人にはぜひねおすすめになっています。それでは今日は新大久保のカモクポチャさんのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。アニョー。